こんばんは皆様。ちょっと待って。あ、もろそう。やっぱ。ボサボサなんですが。来たよ、ありがとう。皆様、こんばんはです。いかがお過ごしでしょうか。ちょっとシェアします。危ない、シェアしようとしたらライブ終わらせようとしてちょっと待って、ね、お疲れ様ね、みんなお仕事お疲れ様。シェア来ました。ほほありがとう、余韻ひたひた。ライブかな。あ、対面もね、ありがとう皆様。うん、こちらこそです。ね、今日なんかどっかのタイミングでカラオケしようかなっていう感じです。ツイッターの公演ね、また。したらみんな来てくれる。周年最高でした、よかった。何よりです。革命光線は一人絶対ないですよ。会いたいです。だって本当か。寝込ん、あら38度、あらしっかり休んで大丈夫か。ファイトだ。ねえ、スペ、あ、ねえ、スペシャルライブの当落が出たみたいで。ありがとう、来てくれるよって方、報告。嬉しいです。なんか、ボサボサなんだけど。今日は寝てました。なんか、ももかから漏れてるって来たのいないや。なんやなんや、水戸の会。ちょっと待って、いつも漏れとるわい。私の予想、ももがこの後配信するから配信しろって言えっていうやつじゃない。配信始めるんじゃないですかね。君はそれハマり始めた、いいぞいいぞ、いい傾向にあるぞ。君は辛い大好き、私のお母さんもハマって、なんかミュージックビデオにどれって本当にするらしい今日。最近ももかと遊んだっけ。いや、私たち遊ぶっていう概念ないよね。君は辛いの青さんと青さん、なんかあそこ本当はなんかああいう振り付けっていうかあれじゃないんですけど、手つなぎたいねってなって手つなぐことになりました。あ、すいません。ジュリバーズライ、いいですね。レノンはなんかあったっけな。あ、この間なんかかき氷食べ、寒いのにって感じだけど、なんかかき氷食べました。あーさん、はっきり家族にはね伝えてたから。そう、かき氷なんかたまたま入ったところにかき氷が売ってて、食べようよってなってかき氷食べ、シェアして食べてました。そう、なんか対面のお洋服がないよねってなって買いに行きましたし。そうそう。きっと多いね。そう。え、よく見てね、そう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 。
なんかさ、きっと青いのニサビのさ、手つなぐ振り、手つないでルンルンする振り付けあるじゃないですか。あそこでさ、なんか昼公演もね、ちょっと手つないでたんだけど、リハの時とかね、たまにね、ルノンが私の腕をこうやってね、こうやってくるの、こう捕獲してくるわけで、私がほどいてこう手つなごうとしてもルノンがずっとこうやってやってて、で、こう一回止まる瞬間にやめろやめろみたいなそれ、うん、っていうなんか謎のくだりをしてました昼公演は確かね、 お互いの顔見て汗が、私の汗がやばくて、ね、汗やばくないみたいな、寝るのもやばいみたいな、そういうイヤモニしてるからさ、顔でしか会話してないんだけど、それ汗やばいよねっていう話をしてたあそこほんと素で面白い、ね、いっぱい面白ポイントをね、クリエイターボーイさんが作ってくださってるんだリア充チェックやってないよやんなきゃね。なんかさっきさ、ね、あの自分のファンの方がさ、それ載せててさ、トップしたらログインってなって、あ、後でやろうって思って忘れてたこんばんはテスト最終日ファイティン、私の配信なんて見てないでダメだよ。うん、でも私もさ、その時のその瞬間の気分でやってるからさ、多分今自分でやっても 100% になんないあの回答した時のジュリーなんで、ちょっと難しいかもなんだけど、頑張って、そう、当時の自分がわからない。グリック、待って、なんか共にからタワーが来ましたともに、どうしたの、なんかタワーが来た、ありがとうありがとうねともにありがタワーです。いろいろ最近たくさんありがとうございますお気持ちです、ハッピーハッピーなんだっけ、なんかすごいみんな流行ってるんだけど、すごいついていけてないんだけど、存在は知ってる、ハッピーハッピーありがとうこれからもよろしくね、ともに、ありがとう、大好きだよありがとうございますそう当落、あら当選した、ありがとう。いや待って、私ダメだ、今のレベル低いから今の取っちゃダメです、30% 大丈夫、私も多分自分でできない、マイマイクマありがとういつかね、そうだよ、あのサマーヌードってご存知ですか、ドラマ、私は人生のドラマの中で一番面白いと思うんですね、サマーヌードが。ゆうさん、くまありがとう、うん、なんか葵もおしまししてたでしょ、あなた週一でおしめ増えるんでしょ私サマーヌードがこの世のドラマで一番面白いと思うんですけど、どう思います？で、私本当この世で一番面白いドラマだと思ってて、サマーヌードが、はい、もう最高なんですよ、サマーヌードが本当に面白いんで、本当に私はあのドラマが大好きで、10年前なんで私8歳小2だったんですけど見てたんですね。でその時からめっちゃ好きって言ってたらしくて、なんか今は自分の部屋があってそこを寝てるんですけど、昔家族とあのお母さんとかと寝てた部屋のテレビで録画してたんですよ、サマーヌード。そう、それでそこの録画のところから絶対にね消えないように私ロックかけてるのねで、そう、そしたらサマーヌードが FOD で配信が始まって、他にも始まったのかな、分かんないんだけど、そう、サマーヌードが見れるようになって FOD で、で、そう、話しすぎてる
そう、それでもう面白くて、そう。そうなのが、もうめっちゃ面白くて、見終わったんですよ。見終わったんですね。またもう私は幸せで、なんかね、見終わった後にこんなに面白いドラマを作れるって素敵だなって思って、本当にもう映像制作に携わりたいって思うぐらい最高なドラマです。見てね、みんな。何かやってくれんでるかも。本当に大好きなんです。うん、みんなも見てね。これどういう話なの。昨日ね、桃花にも聞かれて電話で熱弁したんだけど、あんま伝わってなかった。私あんま説明が上手じゃなくて、なんかじゃあ私がこう見てない皆さんに対して説明しますね。サマーヌードというものが何か。サマーヌードというものはですね、あのですね、まず朝日っていう人がいるんですね。で朝日っていう人がカメラマンなんです。でカメラマンなんですけど、こう海の近くにある写真館のカメラマンなんですよ。そう、みんな静かに聞いててね。そう、それで写真屋さんなんですけど、カメラマンなんですけど、ある日こう結婚式の写真を撮るのを依頼されて、結婚式に撮りに行くんですね。でその花嫁さんがカリナさんなんですよ。で夏希って言うんですけど、その夏希なんですね。で夏希がこう結婚相手に逃げられてしまうんですね。でその逃げられちゃった瞬間の写真を撮ってて、でそれでおい、なんで撮ってんだよみたいな感じで、こうここにあります、こうまず初めてお話ししますでしょ。で それからこう逃げられちゃって、結婚式を、まあ、さよならって感じなんですけど、でそう、それでどこまで喋ったっけ。でそれでなんか分かんなくなってきちゃったんだけど、そのやっぱどうしてもさ、その撮った写真とかをさ送らなきゃいけないじゃん、どう逃げられちゃったとしても。でそれをね、こう送ったんだけど、その時になんか電話をするわけ、その夏希が朝日に。そう、もうタイムスリップじゃない。違うの。それでそこでその夏希は、カリナさんはこう有名店のシェフの店長なんですね。で店長なんですけど、でその専業主婦になるために辞めちゃったんです、お店を。で職がないってなって、でその朝日さんはその海の近くの写真館なんですけど、そこの昔からある海の家の常連なんですね。でその海の家のこうママみたいな人が、ももかから昨日同様何も伝わらない説明ね。今それであのそのカリナさんに、もう難しいじゃん、もう見てよ。カリナさんにその海の家の代理のそのママを頼んだんですね。うん、急に飛んじゃったな。その本来のママがあの赤ちゃんを産むってなって、その間にいないから、その海の家のママを頼まれてくれないかっていうのをカリナさんにお願いするのね。まあそういうの一悶着あって、そのここで働いてくれることになるんですけど、そこでその辺の方々と繰り広げられる恋模様っていう感じです。あ、そう、百聞は一見にしかない。リップが今ガシャってやったら、待って、え、折れた。そう、分かった？分かった？ももか伝わった？でしょ？そう、見てた人には分かるでしょ？そう、とりあえず見た方がいいと思うんだ。面白そう、本当に面白そうって思ってくれた？
あ、ももかからまあ必死だから見てやるかって人まだある FOD 始まったばっかです。 FOD にはいろいろ始まりましたよ。あ、そう、その恋模様がもう出てる方がめっちゃ豪華なんですよ、今思えばっていう。そう、夏の恋はさ、千葉雄大さんとかも出てるし、中条あやみさんとか山本美月さんとか橋本奈美さんとかたくさん、久保田正孝さんとか戸田恵梨香さんとか長澤まさみさんとか、もうそうなんです。ねえ、ゆうゆうくんゆうゆうくん、ゆうゆうくんありがとう。なんかタワーが飛んできたよ。どうしたの？ありがとう豪華でしょ。そうなんだよ、うん、誕生日迎えました。あら、おめでとう、じゃあおめでとう、いい一年にしようぜありがとう、そんななんか私がお祝いしてもらった。ありがとう、誕生日おめでとう、来年も一緒にお祝いしようぜありがとう、おめでとうおめでとうございます。めでたい、話しすぎてる、うんプロポーズ大作戦見てないんですよねっていうことでした。ジュリオシはみんな見てほしい。私の2大好きなドラマがあって、1番がサマーヌードで、2番があの花盛りの君たちそこがねちょっと並んで好きですね。いいですよね。アニメは、あ、マクパパパパパパパ、アニメはですね、そう、池原さんですね、堀北真希さんのやつ。あ、ちょっと塗りすぎちゃった、食べたみたいな感じなのあー、人食べちゃった、うん、まあいっか。懐かしいよね、何年前だろう。うん、そうなの、懐かしいうん、パニキ結婚しませんメンバーとか自分と似てるさ、なんかね、美月が黒島結菜さんに似てるよねっていう、なんかね、ニアジュリ一回話題になった、ちょっと一部で似てません？似てるよね。他さ、女優さんにさ、ニアジュメンバーこう当てるとどなた、え、わかる？苦しみなさんに似てない？似てるよね。あとね、前誰だったっけな、誰だろう、わかる、かんちゃん、僕もありがとう似てるよね、雰囲気似てるでしょ。ジュリーあんまどなたか似てるって言われたことあんまないな。そう、パーツの配置、そう、何なんだろう、なんかが似てるよね、彫りが深い感じ。誰だろう、マヤピー、ありがとうう嬉しい似てるでしょ、ほんま似てる。他のメンバーはさ、誰が誰に似てると思います？うん、確かに、うん、川持ちちゃん結婚してダメやで誰だろうな。でもね、レノンがね、広瀬すずさん好きなんだけど、似てると
誰だろうか、いるか、誰だろうな、なんか浮かぶ、でもなね、あ、でも私は優香はあの時前さんのひとかちゃんとひとかさんとあと桜田ひよりさんのミックスうん、なんか二人とも似てる、わかるでしょ、寝るのね、ようこちゃん似てる、あ、危ない危ない、間違えた間違えた、あ、みかなちゃんね、仲いいふ似てるよね、桜田ひよりさんに似てるなって思う。ええー、本当。ね、すごい。あとそれ変えるか。おお。レッカさん、嬉しい。みんなは誰に似てるって言われる？春代ちゃんってさ、春ってそのじゃったっけ、うん、え、似てる？分からなく、え、初めて言った時代だ、ジュリーまでお名前言ってる、え、ジュンナさん嬉しい初めて言った桃香か、桃香はあなたはいないですまだ終わらんよ、え、嬉しいんだけど、カンドラの脇役みたい、ぜひお顔が見てみたいものだわ、トゥーちゃん似てる、そりゃそうなんよトム・クルーズにいいな、トム・クルーズさんに私も言われた、モモカはジュリー大好きだから、パンダお昼今日なんかずっと食べてて、なんかお昼とかじゃないの、ずっと食べてましたできました、あら、嬉しい、あら、妹から言われてる、いい、妹るのでいいじゃん何食べたっけな、うんおかゆと、何食べたっけ今日、忘れちゃいました、あ、ごめんなさい、ハヤシライス食べたわ昨日の夜も食べました、ハヤシライスか食べた、じゃあ似てるんだよ、似てます。半乳にどっちなんだろうね。どっちも。でも小さい頃はお父さんにって言われてましたけど、最近はお母さんって言ってもらったりするかな。兄弟、姉には似てるって言われます、めちゃめちゃ、
コナンマイクルジュイちゃん目から今さリングライトついちゃってどうしても入る。お姉ちゃん見せないでーす。本当今度やってもらおう。嫌です。嫌です。見てるかな。お前大会ありがとう。あ、まず飲み始めました。私声動力いい人の好きですよ。うん、何よりです。ゆうさん結婚してダメ。コナンさん紹介してください。いやです。ダメです。高校卒業できそう。ジュリー何でもできるイメージ。でも何かできないことあるかな。わかんない。なんかできないことに挑戦したことがない。わかる。あんま危ない橋渡ってないのかも。渡り。やだ、2周年の MVP。 あら、もう一人でもね、そう思ってくれる方がいるっていう事実で嬉しい。ハッピー。リパッチン更新するときがあればね。高校にいたら絶対好きになっちゃう。どうかな。共に結婚して嫌だ嫌。運動神経良くないよ。料理はしないけど甘いものは使うかな。ご飯系はあんまもうつくのってないな。白明高専の自己紹介そんなの。タイプありがとう。ふふふ。一人暮らしはいつかはねえ、いつかはしたいけど怖いね。え、なんかさ、2周年コンサートのさ、なんていうの、見逃しってもう見れるのかな。全然理解してなくてさ。熊尾王さん結婚はしました。まだか。じゃあみんないっぱい見てね。あやなちゃん結婚したよ。ダメです。なんか年上です。2日からかみんないっぱい見て。ほんま何回でも見たい。本当？みんなはどこが好きだった？うん、そうしてください。1日に1回見て。足りないけど。白目高専ありがとう。お母さんもね喜んでくれてました。白目高専ロケンロー、うん、エンドレスリピートして。ワンツースリーでそうなの。私ね、聞いて聞いて、今まであんまりユニットで踊ったことがなくって、 MVP生で見たけど、嬉しい。うん、細かいとこまで見て。自己紹介ほんと、もう自己紹介そんな嬉しいよ。何さ、可愛いですよ。ねえ、あーちゃん出て苦しいよね。バカったね。あら嬉しい。腕っくもうなんて言って言わないでしょ。
イエーイってなってた。キミアズライねえあれさん、私はキミアズライ、私もう0点なんです、自分的にもうすごい自分的には0点だから、絶対いつかもう一回やりたいです。本当に0点っていうか、なんかもうちょっとできたなっていう感じです。なんか、まあ、練習の半分も出せなかったなっていう感じ。キミアズライできちゃった。なんか昼公演は純粋に上手に自分の実力不足なんですけど、夜公演はなんかこう移動、私めっちゃ走ってたの見えたかと言いますか、なんかね、私とスタッフさんの連携が上手についてなくて、なんかね、階段がこっちについてるって言ってたんだけど、あれ階段がないってなって、急いでさ、めっちゃガンダッシュでさ、プロミス・ザ・スターのさ、プロミス・ザ・ズルルレンチャンチャンくらいで、もう本当に死ぬ気で、もうあんなに走ったの初めてっていうぐらい階段を全力疾走して上に上がって、こうちょっとね、こうちょっとこの3階があったじゃないですか、キミアズライが始まった。でこの3階がこのキミアズライのこの何て言ったらいいの、こうくぼみがあって、その横に立つところがあるんですよ。でもうね、こっからこうやってあー全部っていうぐらい、もう本当にこうあー全部ってなって、もう息継ぎをするままなくあーっていう感じで、全然ダメだった、もう大変だった。そうだから、もっとできたけど、まああの時にまあね、あれが全てだったので、まあでもそんな後悔はないかな。え、なんか下のところからももかとかが見てた、ももかとかりことかが見てたらしいんですけど、あれ絶対間に合わないだろうってなってたらしいです。私ってあんな足速いんだって思いました。マジ足速かった。リュウさんありがとう、かわいい、ありがとう。危なかった、本当にもう笑っちゃうぐらい危なかった、もう本当に大変だった、ひと苦労。うん、根守るもやれるのね、朝本当に頑張った、このなんか先生みたいな、本当に強かった、本当にもう全部っていう感じで、もう本当にやれやれっていう感じでした。楽しかった、めっちゃ。キュン、私フリーでないけど踊れますよ。キュン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 どうして、キュン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 どうして、おーちゃんそういらんしてね、えすごかった、もう本当衣装さんに感謝で、もう終わった後本当に土下座をして感謝しました。本当に衣装さんの皆様がいらっしゃらなかった、私は本当に裸で出ることになってました。本当にありがとうございましたっていうのを土下座しながら本当に感謝させていただきました。こんちゃん、こんちゃんですか。しのぶさんはね、その時はね、いらっしゃらなかったんだけど、そう、もっと成長するぞ。でプロミス・ザ・スターはやりたいなって思って、私リハでめっちゃ感動して、プロミス・ザ・スターもうめっちゃ泣きました、リハの時なんかボーッと見てて、私はでかだから僕は待って待って、ラッキーは待ってだって、ずっと生きてるって待ちてたかったから、だからいい。あの本番中も後ろでキミアズライこう待ってる間踊ってました、めっちゃよかったよね、めっちゃよかった。せば分かってくれる、めっちゃよかったね。そう、演出家さんがここ風風風って言ってた。うん、めっちゃ
ゃ好きでした。スクショタイム、終わりねえ、よかったね、よきでした一番印象深いのそれなんだろう、自分が出た中で。自分が出た中でかな自分が何出た中で印象深いの、自分がいないやつで。そうだな、いや当日はなんかね、当日はね自分が出てないやつはもう移動でね、もうパニックで、あんまり言えてなかった。リハの段階で一番感動したのはプロミス・ザ・スターかな。めっちゃ声出しちゃった、嬉しいよ喜んでくれたということかしら。おはよう、ね、目覚ましたら。ジュリちゃんしんどい曲しかないよ、私高音担当じゃないんですよ。あんまり難しそうだよね、私はできない。森を飛び出た動物は何をしてますか。見てる側も忙しい。いや嬉しいよ、悪魔光線はね、すごい試していただいて。そうだよ、最高なのはジュリだろ。薄目光線とも私がいただいた歌割り史上多分一番高かったかな。うん。肉。バツ。今日何よ。あ、ドキドキはもう高いかも、確かに魔女かった、嬉しい。すごい、橋原さんからも薄目光線褒めていただけて嬉しかった。なんか安心したって感じですね。すごいよねえ、嬉しい。見る時間はね、曲によってはあった。そう、薄目光線のさ衣装で3人で写真撮れてないのはですね、あのロケンローはさ前日ユニットの4曲目だったんですよ。4曲目だったからその時間があったっていうのと、朝のリハーサルの時にこう着替えのリハーサルをしたいってなって、あの薄目光線だっけ、薄目光線じゃない、もう薄目光線しか出てこない、ロケンローの衣装を着てリハしたのでめっちゃ時間があって、ロケンローいっぱい写真撮れたんですけど、薄目光線は2曲目だったのでユニットのなんか着てリハーサルとかしなくて、うん、それで写真を当日撮れなくてえー嬉しい、なんかすごい言ってくれる。いや歌もさあ、そうなんだけどさ、ダンスはやばかったね。2年一番大変だったかも、ダンスはもうさどんな人にでもバレちゃうじゃん、難しかったね。いや私がさ人に腕を組みがちなのよ、みんなに、もうメンバーみんなに、誰でも歩いてると横に歩いてると腕組んじゃってる、特に理由はありません、いつも通りです好き、ありがとう、バイバイで壊れたい、ぜひお隣へブーマー大変難しかった撮ろうどれがトロイだ、どれ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 だそう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 、
ていうか撮れなかったのよ、時間的にねなくて撮れなかったうん、嬉しい、すごい黙読しちゃった、嬉しくて。卵かけご飯さん、ありがとう、かこわん。ねえ、またいつかしたいね。もうリハの時も白明光線がもううまくできなくて大泣きしたり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 したので、なんか無事終わって安堵っていう感じです。わかんない、入ってたのかな、メイキングカメラ入ってないと思うけど、なんかすごいみんなすごいね。そうね、どんな感じで、私たちも全然まだ何も知らなくて嬉しい。お話し会でもいっぱい白明光線褒めていただけて、わーいでもなんかその裏返っちゃうかも、その私が白明光線こう最初音がないじゃないですか、その中でさ切り開けーってなったら本当にもうぶち壊してしまうから、もうどうしようって思って、裏返ることがもうまずくもうすごい気にしてたんですけど、もうなんかもう当日はもうどんなに裏返っても途中で止めず、気持ちは負けずに、もう白明光線、あそこのパートはああだったけど、その白明光線自体を褒めていただけたらもうそれだけでいいやっていうので、もう白明光線を褒めていただけたらいいなって思ってたら、うん、いただけて嬉しかったです。グッズ消化するかな、未消化じゃなくグッズ化するかな。そう、気持ちで負けたらダメだからって思って頑張ってよ。あ、ロケンローのね、本家さんの衣装ね、そう、え、あのね、身長的に入らないってなったからなのか、なんかでだって10センチ違うんですよ、しおりんさんと。なんかさすがにっていうので、そう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 。見逃し配信でぜひ白明光線もいっぱい見てて、丸ごと助けてあげて。そうなのよ、10センチ違うんですよ、私しおりんさんと。そうそうそう、レノンもね7センチぐらい違くて、そうそうそう、お腹出しは、え、あ、なんなら、うん、あのうちらのうちらのうちらの私とレノンバージョンで用意していただいた衣装もお腹出てるんですよ、お腹出しの衣装なんですけど、うん、そうそう、お腹出てるんですけど、あんま見えないだけで、そうそうそう、だからみんながすごいめっちゃお腹出しをすごい言ってるんですけど、そうだよ。んでなんかそれなんかお腹出し NG って言ってるけど、そんななんか大々的に NG とはなってないからだ。お腹出しでしたよ。そう、一応あんまそう動いてるからあんまそう見えない、そうちっちゃい T シャツだったから、腹出ししないって言ってるけど、多分そんな大々的に言ってない、まあ NG ですって言ってるけど、そんな NG ってなってないからか分からないけど、ほら見逃し行ってきないんですか。そうそう、そうなんですよ。あと中に短パンを履いてるんですけど、まあそれが結構上が長くてあんま見えてないっていうのもあるんだけど、一応もしかしたら、そうそう、そんな別にショールームで嫌がってたのダメだよ。うん、出さないって言ってたけど、そんな別にレオンがこう衣装さんに NG ですとかって言ってるわけじゃないからさ、
なんかすごいさ言っていただくんだけど、ピオニーズかと思ったっていう、なんかピオニーズかと思って赤いペンライトにしてたら違くてびっくりした。いやジュリーちゃんもお腹同じ、別に NG、 なんか別に NG とかってはないです、なんていう、特にそんな NG ですかって聞かれたこともないし予想外だったよね。なんかもう私は今もうあの自分がロケンロをやらせていただくってなった時の衝撃は覚えてないんですけど、確かにもうびっくりするぐらいびっくりしたので、想定外でね。だから曲かかったらそれよりびっくりするよねしないで見たい映像嬉しい、しないでわかんない。でもなんか私とレノンってさ友達感が強くてさ、なんか桃香がさすごいっていうのがさ、私と葵ってなんか2人で消えてっちゃいそう感があるらしくて、あの虹の元の2人のこう終わった後に載せた写真が2人でどっかに消えてしまいそうそう感があるらしい。なんかさ、それでこの間おちゃんとの赤岳の写真をさ載せようとしてたらさ、その森に2人でいなくなりそういなくならないです失踪しそう失踪しそう。そう、なんか面白いね。そう、私とレノン全然失踪しないです。森狩りに一緒に行く方まあ面白いね。何やるんですか私がモーカに、僕はモーカにされてごめんなさいっていうユニット、私がじゃあ浮気をしまくってモーカに詰められて土下座してるっていうハッピー探検隊、でもハッピー探検隊いつかさやってみたいけどさ、獣医だから誰でも隊長できるよね。何パターンもしたフフ私がさ浮気したのって言って、ごめんなさいもうかさんごめんなさい、すみません何かあったんか、ニーズ、ほんと、アイジュリ、ほんとアイジュリ、アイミシャン、アイミさんリーダー仲いいですよリーダー、主婦リーダーの右腕になるべく精進してまいりたいと思いますもうすぐ9時だね。超可愛くて。ジュリパン確かに。コナーがジュリパンって呼んでたからかな。逃げゆで。あゆみさんはね、私が守るんで。みんな安心してくれ。つーちゃんです。ちゃ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 
24時眠りたいのにドラゴンベースを響くつま先が動き出して私のリズムに酔っちゃってわちゃねえわちゃつーちゃんってそんなことええねんほっといてこうなりゃあそこで私二人が出会えばエキサイティング童話2時半ロッケンロープホットペンクチル楽しかった。なんかあれはクソガキッズとしてやろうっていう。いクソガキッズって言いますよね。なんかそういう言葉ありますよね。そういう楽しかった。カラオケ配信しようかにゃカラオチカラオチ配信何歌おうかな。いや私も客席行って2周年見たいんだけど何歌おう。何歌おう。どうしようかな。いや2周年は難しいですよ。一人で歌えません。革命高専は一人で歌えません。歌えまへんよ。カラオケ配信久しぶりかも。何歌おうかな。何がいいんだろう。久しぶり。なるほどなるほど。どうしようかな。ほう。どうしようかな。難しいな。ほうほう。みんなの見て検討中。